求愛サポーターのカピーです。いつも動画をご覧いただき本当にありがとうございます。もう皆さんね、志が強いので、もうどん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 毎日ですね、更新していきたいなと思っております。あのですね、ちょっと前に初めての YG サーブということで、まあ3回に分けてね、お伝えさせていただいたんですけども、ちょっとそれやってる方からですね、どうしよう、うまくいかんと、ちょっと見てほしいって言われて、ちょっと見たらですね、まあ、僕の言った通りに、こう、あ、失敗しちゃった、あれしようか、こう、お腹でこうね、キャッチしたりとか、こう、そのままスイングを3種類やったりとか、こう、こうやったりとか、こうやってるんですけど、あ、今、うまくいったな。うまくいかない原因をちょっと見たらですね、やっぱ振っちゃうんですね。そう、まずやることは、昨日の動画でもあげましたけど、跳ね返りを利用したサービスですね、まずここから始めるといいんじゃないかなと思って、今回その初めての YG サーブの本当最初の最初をお伝えしたなと思っております。それではちょっと実際ですね、跳ね返りを利用したサービスで YG サーブをやってみたいと思います。ちょっとすみません、ちょっと防球フェンスをセットしますので、ちょっと離れます。よいしょ、はい、お待たせしました。最初に準備しときよって話ですけどね、ごめんなさいね。そうしましたら、実際やってみますね。で、跳ね返りを利用したサービスなので、ラケットさんの角度が台の水平に対して45度で、台との高さの位置関係が約20センチ高いところで当てると低くて短いサービスになりますよってことをお伝えしました。で、それを YG サーブの形でやってみたいと思います。で、まあ、一応僕、右利きなんですけども、左でやることによって、初心者代表としてやってみます。岡本の左手さんが実際にやってみますので、同じようにやっていただくとできるんじゃないかなというふうに思います。よろしくお願いします。で、まず Y 字サーブの格好ですね。こういう感じになるんですけど、で、ここで、この状態、まあ、ラケットさんここセットすればいいんですよ。こうやって。45度で約20センチぐらいの当たるところにセットしといて、そこから、YG サーブやるグリップにこうしてしまえばいいので、で、このままトスを上げて、ああ、頼むぞ、こう、ポンって、やったら短く、低く短いサーブが出せれるようになりますね。ちょっとこう体で調整はしていますけども、基本的にここ何もしないです。ああ、頼むぞ、さすが初心者さん。よいしょ。あ、当てることが難しい。当てることが難しいのか。左手さん、頼むぞ。当ててくれ。当てなきゃ次にいかん。えい、あ、できました。こんな感じですね。えい、あ、また指に当たる。なんで指に当たるんだ。ここに当てたら。こうか。あ、当たりましたね。はい。一人コンとか。あ、いいですね。こんな感じ。はい、こんな感じになります。今できてるところでもすぐ次行きますね。で、ここから、これが、最初に初めてやる YG サーブの、本当の最初の最初ですね。で、ここから、スイングしまうと。まあ、前、ボールの上に体を乗っけたいので、ここキャッチするっていうふうに言ったんですけど、まあ、それも大事ですけど、ここで、跳ね返りを利用するサーブの45度で20センチ高いところで、まずここで当てるっていうところが大事かなって思います。はい、こんな感じです。で、ここからですね、スイングしてもらうと。はい。そしたらここ、こう回転かかるわけですよ。ちょっと回転かかりましたね、これね。岡も左手さんやるな。えい、お、いいじゃないですか、これ。
いますよ。えい、おお、素晴らしい、あ、素晴らしい、あ、曲がる曲がる、オッケーオッケー、いいですね。で、ここでスイング3種ですね。真横とこの上とこう下とこうありますっていうのを紹介したので、ちょっとそれやってみましょうか。まあ、じゃあまず横に行きますね。そう、この角度45度で高いに高さ20センチのところでこうセットして、まず横、お、いい上がり、おお、超ギリギリだし素晴らしい。で、今度ボールの形に沿ったスイングですね。おおおお、これもごっつり曲がったじゃないですか、素晴らしいです。今度下げるですね、下げる、とや、あれバウンド高くなったけど、うん、初めてにしちゃいいんじゃないですか。あ、これいいじゃないですか。あ、いいじゃないですか、これ。あ、できますよ、これ。ここの左手さん、周りにさ、収録中なんだよ。いきますよ。もう一回最初からいきましょうか。まず、45度ですね。あの跳ね返りを利用するサーブ、ほんとあれがベースになりますんでね。もう、くどいようですけど、45度です。はい。じゃあ90度、光の反射と同じように90度で跳ね返っていきますので。高さは20センチのところにこう合わせといて、ラケットさん合わせてから握ると。これ握ってからやるとこう出ないんで、ラケットさん合わせてから握る。でそこからまずこう当てるだけです。ただただこう、ただこう当てるだけです。短くなる。でそこからのスイングですね。横。お、惜しい、惜しいですね。よいしょ、いいやないですか。お、回転かけた。よいしょ、お、あ、めっちゃ回転かけた。今度下行きましょうか。よいしょ、あと終わった。跳ね返りを利用してから、飛びすぎちゃいましたね。ちょっと難しいな。よいしょ、あー、成功せん。うん、もう次でこれ最後にしよう。成功しました。跳ね返りを利用しながら、あ、飛びすぎちゃった。こうしたら難しいですね。まあ、これは自分のやりやすい方でやっていただければいいかな思います。僕は横の方がやりやすかったですね。えい。あ、こんな感じです。あ、めちゃめちゃいいサーブじゃないですか。初めてのワイドサーブ、こんな感じになります。これ、ちょっと横からのアングルでもね、お届けしたいなと思います。じゃあ、一回切りますね。はい、じゃあ、岡の左手さんがですね、YG サーブにちょっと挑戦してみますね。くどいですけど、対応しますね。ほんとくどいですよね。ごめんなさいね。ここ45度です。45度。うん。これで高さ約20センチぐらいです。で、YG サーブ、ラケットを描くとこんな感じですね。で、この感じ合わせてから、こう持ってもらうと。はい。お腹かぶるように、こう持ってもらって、こうセットしてもらって、まずここから、まずここからこう跳ね返りを利用して入れると。はい。こんな感じ。あー、叩けた。また指った。おい。えい。こんな感じですね。で、こんな感じから振ってもらうと。えい。あー、いいじゃないですか。これめちゃめちゃうまいですよ、これ。えい。あ、めちゃめちゃうまいやん。あ、めっちゃ低くなったし。あ、やべえ、これ。弾道、軌道見せたかった。えい。あ、めちゃめちゃいい。あ、これやべえな。ちょっと後ろからのアングルに変えます。はい。じゃあ、後ろからのアングルでお届けしますよ。やってみますね。いきますよ。まず当てるだけ。こんな感じですね。ラケットさんをこうセットして、でそれに合わせて持って、ただただ跳ね返りをして当てるだけで、こう低くて短いサーブが出せるようになります。そこからのスイングですね。おお、いいじゃないですか。ちょっと高かったけど、こんな感じです。めちゃめちゃうまいやん。左手さんうまいぞ。こういう感じです。おお。スイング上げてみましょうか。あ、かすった。こんな感じですよ。これちょっと高いですね。下げてみましょうか。おー、いいですね、いいですね。ちょっと僕、横の方が合いそうなんで、横でやってみますね。はい。あ、めちゃめちゃいいです。これめちゃめちゃいいでしょ、あれ。よし。左手さん、いい。おお、これちょっとデビュー戦楽しいんや、YG サーブやるの。あー、失敗しちゃった。これめちゃめちゃいいじゃないですか。
ね、めちゃめちゃいいじゃないですか。で、おまけの反対曲がる Y 字サーブですかね。できるかな。ここ当ててからグーですね。こう当ててからあんまうまくねえな。あんまうまくねえな。まずこう、こう曲げる。曲げるのを。お、どうですか。今どうですか。どうですか。どうですか。こう、こういう感じと。あー、失敗。あ、惜しい。惜しい。どこ狙ってんじゃっていうぐらい。こうか。こんな感じになります。初めての YG サーブの本当の最初の最初はベースにするのは跳ね返りを利用したサービスにしていただくとやりやすいんじゃないかなというふうに思います。岡の左手さん、来週23日ですね、岡 P 杯初級者以下限定の大会にデビュー戦しますからね、この YG サーブをいっぱい練習して実際の試合で使ってどのような展開なのか自分が今ワクワクしております。はい、皆さんも頑張って練習をしてみてください。今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。この動画気に入っていただけましたね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた、ご視聴ありがとうございました。よし、うまいじゃないか。これマジうまいな。もうちょっと練習や。あ、空振りやったか。あ、振ったのかな。まず当てる。力抜いたな、これめっちゃ楽やん。これも当てればいいんだ。当てればいいんだ。当ててからくらい。あ、こんな感じか。なんかそれらしくなってきたな。それらしくなってきたな。あ、もっと力が入ってる。なんかめっちゃかっこよかった。あ、惜しいな。これいいやん。あ、これナイスサーブやん。あ、取った。ナイスサーブでした。はい。